ブハウスニュープロジェクト。なんでこれ撮ってんの？ちょっともう木がちょっと壊れそうだったから、もう危ない、怪我したら危ないから、ここをウッドデッキを外してストーンにします。ストーンにして、でこの木がすごいいい木なので、これでちょっとあのみゆちゃんの勉強机、なんていうのあれ、勉強机ですよ、デスクを作ろうと思います。リサイクルしてね。うちのものって結構リサイクルが多くて、このキッチンとかも前ね、前こっちのキッチンで使ってたやつを持ってきてるわけ。みゆ、ルシーちゃん、ママまだいる。ルシーちゃん、ルシーちゃん、2階にじゃないよ。余った。ルシー超大きくなった。でもママなんでこうしてんの？ブラしてないから。私もめんどくさくてさ、最近もね、嫌だよね、肩こるし。そうブラブラしてたよ。そうノーブラノーブラ。ルーシーはこれで正拳のサイズだそうです。これ以上大きくならない。そうらしい。もう大きくならない。そうやっぱ小型犬だったね。誰に来た？先生。これでどうマックスなの？うん。もう大人なルーシー。これでちっちゃいよね。もう小型犬って書いてあったから。これでちっちゃくてあんなに番犬してくれるの。ね、超番犬になった。あの急にね吠えるようになったんだけど、別に、ね、無駄吠えじゃなくて、ミエがね、あの来た時もね、ミエなのにね、あの吠えたんだよ。本当？うん。そうあのマッサージのおばさん初めてだったじゃん。すごいね。多分そうだと思うよ。なんか何かで察知をするんだと思う。俺が入るの見てない。めっちゃ早い。話し飼いだけどどっか行ったりもしないし、すごいいい子。ビーンズ。ん？ビーンズ。ビーズ。これ取れた。あれ本当だ。ちょっとアユに言って。アユどこ？アユって。あ、言えまこっちにいるよ。ボタンが取れちゃった。みゆちゃん、紺の着な、紺の。紺の方の、あの、うん。ベソでいいけど。感じでウッドデッキを
取り除きました。でここまで石があったんだけどカットして、ちょっとプールが広くなった。ウッドデッキで隠れてた部分が出てきたので、今日もいい天気。この石の部分に新しくタイルを貼ります。空はタコパーティーになってます。ルーシーか。ママの靴変すぎ。ルーシーちゃん。あ。ルーシー。お座り。ルーシー。
するみたいで、ちょっとで完成する。あ、おはようけいちゃん。隣の家に、隣の晩ご飯、朝ご飯、隣のこんな格好でノープラであ、知ってるうちはみんなノーブラです。え、ママもノーブラ？ノーブラニューはノーブラ。パパもノーブラ。これが終わったら家の部屋の中のテーブルを作ります。どこ行った？ルシ？近くにして。木が好きなの？カミカミ好きね。木の枝大好き。ルシーちゃん、お座りは？お座り。ルシー、お座り。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 ここお座り。お座り。お座り。そうそう。あ、伏せしちゃった。お座り。お座り。伏せしちゃったね。お座り。はい、どうぞ。みかみどうぞ。ここに木の枝集めたこ。歯がかゆいんだよ、歯が。食べちゃダメだよ、食べちゃダメだよ、かみかみだけだよ。食べたらどうなるの？食べても栄養ない。はい、ウッドデッキは見て再利用して、カウンターチェア、あ、カウンターテーブルになります。みゆちゃんが勉強する机がベイビーちゃんぐらいですできます。 PC はすごい綺麗にこんな感じでなりました。
ッピー。ハロー。みちゃんは大工さんのお手伝いをします。あ、見て、この通路もほんと綺麗。それで落ちてよ、そのままプールに。こんな感じで全部平らになって綺麗になりました。うん、お手伝いしたん？すごい綺麗になりました。ウッドデッキはね、ほんと腐ってたの。木が一部腐ってて、なんかもうゲストさん怪我したら困っちゃうから撤去して、こんな感じでストーンのタイルを敷いてもらいました。このちびっこプールの方に張り出してたウッドデッキがなくなったから、ちょっとプールが広くなりました。こんな感じ。はぁ、今日もいい天気、いい天気で風があって、空はタコパーティーです。今日はこれね、少ない方。はい、はい。またさ、ルーシー抱っこしてさ、ブランコして。なんで？取ってあげるから。ルーシーなんかね、ブランコ嫌いなんだよ。